俺の名前はヒロシ。これは俺が経験した不思議な出来事だ。あの日は暇な友人と二人で夜中にドライブをしてたんだけど、急にカブトムシを捕まえようってことになり、何も考えずに夜の森に行った。お互いに暇つぶし感覚だったから、虫取り網も虫かごもなくて、途中で拾った棒をビュンビュン振りながらただ森の中を歩いてた。真っ暗な森の中で全くの無計画だったし、しばらく探してもカブトムシは見つからなかった。見つからないな、この辺りにはいないっぽいよな。ならもうちょっと奥に行ってみるか。地元にある森だったし、怖いって気持ちはなくて、頭の中は霊よりも蛇が出ないかを少し心配していた。少し歩くと荒れ放題の草木の中で古くなったお墓を見つけた。ああ、お墓があるぜ。この辺りはヤバいんじゃねえの。真夜中に見るお墓は少し不気味で嫌な気がした。友人はお墓の不気味さに少しビビっていたけど、もともと霊とかを気にしない俺は調子に乗って悪ふざけをしてしまった。こんなの全然大丈夫だって。おい、こういうのマジでヤバいって。全然平気だって、大丈夫だよ。平気でお墓を触りまくる俺に友人は唖然としていた。その後もしばらくはカブトムシを探したけど、結局は見つからず、俺たちは手ぶらで帰った。友人は俺がお墓に悪ふざけしたのがよっぽど心配だったらしく、帰り道はずっとそのことを注意された。その時の俺は怖いってより友人のビビりっぷりが面白くて、悪ふざけをしたことは何も気にしてなかった。それからは何が起きるってわけでもなく、1ヶ月が過ぎた頃だったと思う。その日は日曜だったか、仕事が休みの日で疲れていた俺は昼寝をしていた。何か寝苦しいなって思った俺は目を覚ました。うん。そして仰向けになろうって体を動かそうとした時に異変に気づいた。かっ、体が動かない。なんだよこれ。なんとか体を動かそうと必死で全身に力を入れていると、とあることに気がついた。あ、あれ、これ俺上から押さえつけられてるぞ。見えはしなかったけど、全身の感触から大きな手で上から押さえつけられているのに気がついた。それでもこの時の俺は霊的なものだなんて思わず、家に不審者が入ってきて、その不審者が後ろから俺を押さえつけてるんだと思っていた。そう思うくらいに手の感触がはっきりしていた。ビビビッビッ。このままじゃ危ないと思った俺は全身に力を入れまくった。どれくらい暴れていたのかもわからないけど、俺は必死で押さえつける手を跳ね返した。うわぁ、あれ、後ろはただの壁だった。なんだよ、寝ぼけてたのかよ。びっくりした、意味わかんねえ。まだ昼間だったからかもしれない、後ろに誰もいなかったことに一瞬で気が抜けた。焦った、マジでビビった。すっかり目が覚めた俺はベッドから出ようとした。なんだよ本当に。うん。うわぁ、なんだよなんだよ今の。ベッドの下から腕が出ていて、俺の右足を掴んでいた。気持ち悪い、誰だよ。俺はパニックになり、すぐにベッドの上で立ち上がろうとした。その時だった。お兄ちゃん大丈夫？叫び声がしたんだけど。俺の叫び声を聞いた妹が心配して部屋に入ってきた。待て、ベッドの下に不審者がいる。はぁ、いるわけないじゃん。本当なんだって。どこにいるのよ。おい、危ねえぞ。何もいないよ、こんな隙間に人なんて入るわけないじゃん。ええ、寝ぼけてたんじゃない、大丈夫？いや、押さえつけられたし、足に手もあったし。足に手って、どういうこと？本当に大丈夫？うん。うわぁ。俺と妹は一気に部屋から飛び出し、家の外まで走った。その後、母親に相談し、1ヶ月前の出来事から、その日に起きたことも全部話した。母親と妹に、お墓に悪ふざけをしたことを、こっぴどく叱られた。母親から、俺が悪ふざけをしたお墓に、きちんと手を合わせに行った方がいいと言われ。友人にも相談し、俺たちは一緒に手を合わせに行き、荒れ放題だったお墓を掃除して帰った。その後は念のため、妹と一緒に自分たちの家のお墓に行き、手を合わせた。都合よくご先祖様に頼るのもどうかと思ったけど、そんなこと言ってられないくらいに怖かった。それからもたまに部屋の中で変な音が聞こえたりはしたけど、影を見たり体が動かなくなったりはなくなった。妹もあれ以来影を見たり怖いことは起きてないらしい。